NHKUHF テレビ実験局。NHKUHF テレビ実験局。NHKUHF テレビ実験局とは、日本放送協会が、極超短波、UHF 隊によるテレビジョン放送の実用化に向けて開設した、無線局、実験局、総試験局である。アナログデジタルの両方で設けられており、2013年に、新たな実験局が設置された。 その目的は時代によって変化しているため、以下に実験目的ごとに述べる。UHF 帯を使用したテレビ実験局の講師は NHK 放送技術研究所に開設された実験局である。これは NTSC 方式によるカラーテレビジョンを1960年に本放送開始するためのものであった。当時テレビジョン放送は超短波 VHF 帯で放送され、 1CH から 12CH までしか割り当てることができなかったため、あっという間にチャンネルが逼迫した。そこで1961年3月27日に、当時の郵政省、現、総務省がテレビ放送要周波数の割り当て計画基本方針、以下、基本方針と略記を修正し、UHF 帯をテレビ放送に割り当てる方針を定めた。これを受け、NHK は、 放送法に基づき国から受託する形で、以後もほぼ同じまず以下の3局が消失力のサテライト局、中継局として UHF 帯を使うための本格的な実験を始めた。このうち後に検疫親局となった大津局に関しては、1960年に VHF の実験局として開局したのを転換したものであった。実験の結果を受け、 郵政省は1963年5月7日、テレビ放送用周波数の第二次割り当て計画表以下、第二次プランと略記を修正し、中継局用として UHF 隊のチャンネルを全国96地区に割り当てた。日立局と高萩局は同年6月15日に日本初の UHF テレビ本放送に移行したが、高萩局は後に、 KDD 茨城衛星通信所の本格運用に伴い移設され、中央中継局となった。大津局は1971年になって、ようやく総合テレビジョン検疫機構にらんで、新中継局に移行した。なお当時、UHF 放送は、UHF コンバータ、UHF 電波を VHF 電波に変換する装置をつけないと受信できなかった。 1964年9月8日、郵政省臨時放送関係法制調査会が UHF 隊は差し当たり NHK 民放の南市町地域会省と民放の各地最低2局の放送サービス確保のみに使用することを郵政大臣に勧告し、大出力の放送局、親局への割り当ては時期尚早とされた。しかし一方でチャンネル逼迫はより深刻化し、 三大都市圏の中心以外の府県や佐賀県で地域放送局を望む声に応えられなくなっていた。そこで NHK は1966年4月14日、大電力 UHF 局実現に向け必要なデータの収集を目的として総合テレビジョンしかなかった徳島市に教育テレビジョン放送のための UHF 大電力テレビ実験局を開設することを申請。 同年4月30日に予備免許が与えられ、1967年2月20日から実験を始めた。実験開始から4ヶ月を経た6月30日、NHK は実験、調査結果を郵政大臣に提出。これを解析した郵政省は同年10月13日、基本方針とテレビ放送用周波数割り当て計画表以下第一次プランと 略記を修正し、19地区23局に、大使 UHF 対親局用チャンネルを割り当てた。徳島教育テレビジョンの実験は1年間続けられ、翌年の実験開始日に、空中戦電力を3分の1に減らし HF 対最初の親局となった。なお、総合テレビジョンにおける UHF 対最初の親局は、翌1969年3月15日開局の、 佐賀総合テレビジョンである。高松局が香川県域テレビジョン放送を始める前の日である1969年3月21日、郵政大臣が記者会見で昭和45年秋頃、東京、大阪で NHK の UHF 実験局を考慮中と発言。翌1970年の12月24日に大阪、12月25日に東京と 相次いで UHF 実験局が開局し、大都市部における UHF テレビ放送の受信障害などについて調査した。これに合わせて、東京、大阪間に UHF テレビ用の回線も開通した。1971年12月24日、郵政省は放送大学テレビ実験番組に備える放送試験局制度の新設を含む、 電波法施行規則などの改正を交付、施行。これを受け1972年2月7日、テレビ実験局は、テレビジョン放送試験局に切り替えられ、同年2月7日から3月30日までの期間は、NHK の通常の番組以外に放送大学、テレビ実験番組の放送を行だ。その後、百七十二年十一月十三日から十二月十八日にも、 放送され、翌年以降も、おおむね1月から3月の期間で放送大学の実験番組を行った。番組編成は試験放送の開始直後は、総合テレビジョンと同時放送、サイマル放送を行っていたが、1971年1月4日より、総合テレビのサイマル放送を行いつつ夜間に3時間30分程度の独自編成の時間を受け、 連続テレビ小説や婦人百科など夜間、放送希望の多い総合テレビ、教育テレビの番組の再放送、ドラマの先行放送や再放送を編成していた。その後、第一次オイルショックの影響により1974年1月16日より、総合テレビ、教育テレビと同様に昼間の一部放送休止、夜間の放送終了時間繰り上げの措置が取られた。 しかしこの試験放送局の運用は UHF 受信の調査に一応の成果が出たこと、放送大学実験番組に関する調査、研究が1974年度で終了することから業務の効率化もあり1975年4月7日に休止された。なお、東京地区の試験放送に使用されていた 14CH は後に 東京発の民放 UHF 検疫局放送対象地域は東京都である東京メトロポリタンテレビジョンがアナログ放送用に使っていたデジタル化は一部中継局で使用大阪地区の試験放送に使用されていた 14CH は読売テレビがデジタル放送用に使っている一方この実験の主目的であった放送大学 学園は1981年に設立、1984年には東京タワーから 16CH のテレビ局と 77.1MHz の FM ラジオ局免許が交付された。同年11月1日から試験予告放送を開始して学生の募集を始め、1985年4月1日より放送大学としての授業放送を開始している。 地上波アナログ放送は2011年7月24日正午をもって正式に廃止、ただし通常放送はそれに先駆けて7月21日の前期授業終了をもって終了されている。現在も首都圏で地上デジタルテレビ FM ラジオ放送を提供しているが、これも2018年9月をめどに廃止され、衛星放送、BS デジタルに一本化される予定である。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。